ってらっしゃい。ということで、今回はですね、こちら日産九条旭山公園通りという市電の駅の目の前からスタートいたします。はい、下町情緒あふれるというか、はい、今日はどんなお店に出会えるかね。はい、こちらのスープカレーいかがでしょうか。西トンデン通りスープカレー本舗、野菜のうまみたっぷり、中毒性のあるスープ。なるほど、うん、ここ商店街だったから。あ、そうなの。あの焼肉屋さんも昔からありますよね。あ、確かに。カレーの香りすごくない？する。あ、ここですね。カレー色だね、わかりやすいね。はい、うん、おー、いい香り。いい香り。奥広いですね。ここ なんでここにしたんですか。僕も若い頃からここに住んでたのもありますし、ローカルな感じがすごく好きな、こう賑やかな通りだったんで、随分変わりましたね。1軒目は西トンデン通りスープカレー本舗。全国から取り寄せた野菜の具沢山な盛り付けと独創的なスパイス使いが評判なカレー通御用達の17年続く名店です。はい、お野菜カレーの。あ、お野菜もりもり。15種類。はい、キノコ、ピーマン、お野菜カレーの。ゴロッゴロの多くが見えますけれども、はい、ではチキンから。はい、サラサラっとしたスープです。ほら、サラッと飲めるけど、ものすごい複雑な味が、はい、チキンの香ばしいふわっといい。チキンのいい香りする。オイルとかスパイスと漬け込んで、それから焼いて煮てっていう工程で仕込みます。なるほど、はい。スープは鶏ガラと大量の野菜を沸騰させないように8時間以上アクを取りながら煮込み、十数種類のスパイスでコクがありながらすっきりとした味わいに仕上げています。じゃがいももいきます。カレーに染みてますね。じゃがいもも茹でるときに数種類のスパイスと一緒に、はい、下ごしらえが大変ですね。ちょっとね、色合いがね、全然こっちとは違うんですけど、これちょっとトロッとしてて、コクうまスープですね。コクうまスープ。はい、おー、複雑、だけどブワンとスパイスきて、フンと引いていく、キレのいいスパイス感ですね。スパイスですどうぞお楽しみくださいみたいな。もうそう、濃度とかとろみは野菜でつけてます。へー、でそこに何ですか、豚の角煮です。角煮なんだ、はい、あの柔らかすぎず、ちゃんとお肉のうまいところの柔らかさ保ってますよ。これどのぐらい煮込んでらっしゃるんでしょう。まあ数時間。エッジの効いたスパイスがこっちは効いてる気がするんですけど、全く別のスパイスの、何ていうんですか、ローストの仕方とか入れていくタイミングとか、どんどん増えていきそうですよね、スパイスって。そうなんですけど、同種に近いようなスパイスだと馴染んでしまって効果を発揮しないこともあるので、引いていくことも大事だと思います。なんとターメリックなどカレーには必要不可欠と言われるスパイスを使わず、和食のように引き算で一つ一つのスパイスの味わいをより引き立たせる独創的な調理法を生み出しました。スパイスの配合とか可能性とかってものすごい幅があるんで、面白い商材なんで、はい、ここの場所っていうのは地元のお客様が多いんで、やっぱ長く愛されるような店を続けていきたいな。いや、面白い。面白い。美味しい。美味しいです。ありがとうございます。ここまで来たら、ぜひ行っていただきたい中華があります。いいですね。はい、火鍋が美味しい。あ、あってまる。これお店出るでしょ、はい、赤い看板見えませんか。ぽいぽいぽいよ。近いでしょ。あそこ、はい、石井さんおすすめのお店は中国料理喜香園。中国出身の店長蘇麗平さんとその姉でシェフの麗英さん姉妹が二人三脚で営む、昼時は満席が当たり前の人気店です。おいしい。おいしい。麻婆おいしいよ。麻婆。あちらのお国の方だから、お料理してる。本格的な、まずは他ではなかなか食べられないこちらの料理をいただきます。チサンスンです。これ北京風の家庭料理です。中国人来たから必ずこれ注文します。そんなに馴染みのある、私たちでいうとこの肉じゃがのようなみたいな感じですかね。あ、違います違います、否定されちゃった。
炒めてるからね。そうそう。そうかそうか。何の味が、うん、ふわふわしててジュワッとお出汁が出てくるような感じ、でもすごいさっぱり食べられますね。さっぱり。ニンニクと生姜と長ネギ入ってます。ラードを一切使わず大豆油で一度揚げてから特製の鶏ガラスープと一緒に炒め、中まで味が染み込みつつもあっさり味でヘルシーに仕上げます。この味は全然日本人の口合わせてなくて、中国の本場の味で。好みよね。四川とか中国の料理の中でも種類ありますけど、はい、北京風と四川風。北京風は主に塩っぽくで、四川風は辛っぽくで、最初北京風の調理師は来てて全部やってもらって、あと四川の調理師呼んでいただいて、いろんなシェフの方がいらっしゃって、レシピを残してたんですね。そうです。ではせっかくなので四川料理のおすすめもいただきましょう。石井さんも大好きな看板メニューが、豚肉と牛肉、卵肉。大きめに切るんですね、お野菜ね。こっちの方が美味しいですよ。あ、これもう真っ赤になっちゃってっかね。いける。あ、大丈夫。すごい。あ、カーってもっとくるかと思ったけど、柔らかい。私も辛いのそんなにね、じゃないですけどもね。最初にドカンときません？本当？あれ？私が辛いとこ飲んだかな。私今平気だったな。すいません。薬膳のいろんな体にいい成分も、感じつつ、ペリッとドカンとくるんですけども、スーッと引いていく感じ。そうそう。背中熱っ。一口しか食べてない。早くない？なんだろう、私この効き目の効き目っていうか。漢方薬入りまして、18種類分かな。そんなに？薬膳に唐辛子、山椒などの香辛料を合わせた種に、鶏ガラスープでマイルドな味わいをプラスした日本人好みの旨辛味が人気の秘密です。辛いの食べて、白いので慰めた。慰めましょう。すごいいい塩梅の塩味。何杯でも食べられちゃいますね。これでも体どう？温まってきたんじゃない？あ、そうですね、風邪気味とか結構みんな食べに来ますよ。あ、冬の間に溜まったね、いろんなものを、これを食べてね、汗で出すっていうと、ぜひ皆さんもね、体験していただきたいなと思いますよ。続いてはですね、こちらなんですけど、ラーメンのお店で棒の風知ってますよ。なんと、昨年リニューアルしております。旨味と辛さのバランスが良くて大好きなタイプでした。美味しさがさらに倍増しているという。そうですね、はい。さあ、ここにその、はいはい、もう有名ですね。有名ってもう分かってますよ。もうここも古いですから ね。3軒目はミシュランガイド北海道2012でビブグルマンにも選ばれた、札幌のラーメン通なら知らない人はいない名店、盆の風。2006年のオープン以来、度重なるリニューアルを経て絶えず進化し続ける話題のお店です。のりゆきのトークで北海道という番組がありまして、はいはい、あの時取材に一度。そうですね、僕初めてテレビに出たのがその番組で。その時は何の時代なんですか？塩の時代です。塩の時代だった。そう、でもそのイメージ。その後ですね、今から4年ぐらい前に中華そばをメインにして、醤油の時代に入ってました。醤油の時代。この間の12月に、また再度リニューアルして、この味噌にして。あ、味噌の時代がやってきたんですね。はい、めちゃくちゃいい香りしますね。いや、全然盆の風さんのイメージじゃないですね、今までの。あ、そうです。いや、これはもうオープン当初からやってたんですけど、こう進化させてるんで、さらっといっていく感じの。そう、そうなんですよ。味噌のマイルドさとほんのり香ばしい、ニンニクをがっつり焦がした香味油を上に浮かせてるんで香ばしさが出てると。うわ、何かを突出させるんじゃなくてバランス一番に考えてやってます。
4時間煮込んだ後、2、3日熟成させた旨味たっぷりの鶏の出汁に魚介スープをブレンド。そこに白味噌、赤味噌を合わせた特製ダレ、揚げたネギとガーリックを加え、味に深みを出しています。そしたらちょっと麺はストレート麺、うん、ストレートだからこそ、うん、さっぱりとしたスープがこう麺に合いますよね、はいはい、ストレートの方が束に来てスープを持ち上げてくるんですよ。これどんな理由から味噌の時代コロナの前の中華そば店っていう形でやったんです。ただ最近新しくできる新店さんはみんなそういう系統でオープンする店が多くて、で札幌にもう味噌ラーメンという一般ご当地ラーメンがあるのに、なんか忘れられてるような感じがして、もう一回味噌ラーメンを見直さないとダメだなっていう気持ちになったんですよ。なんか一つの味を守り続けるっていうところもありますけど、はい、常に進化していくっていうのもありますもんね。生姜醤油です。わあ、綺麗。生姜が見えるわけじゃないですよね。スープにも溶け込んでるので。は、ま、結構フレッシュな生姜の味わいじゃないですか。高知県産の土佐生姜を使ってるので、うん、もう直前におろして、もう香りもフルーティーだし、うん、すごくみずみずしいので。大人の味もするし。再仕込み醤油って言って濃いんですけどしょっぱくないという、はい、それがちょっと大人の味、うん、スタッフもまかないで、うん、生姜を始めてから生姜ばっかり食べるんですよメニューはどんどん進化させて、うん、ご当地ラーメンは大事にしていきたいなとは思ってます、ね、長く続けていただきたい。いや本当本当、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい